情報量多すぎる。3時間親に動物の森をやらせたんだ、このありさまなんだけど。目隠し5種目 RTA。イエーイ、声があんまり出せない。今10時44分って書いてあるけど、深夜の2時ですね、また撮影。僕らの中のどちらかが目隠しをした状態で、化石、木材、虫、魚、飛んでる風船を撃ち落として取れるプレゼント、この5つを獲得するタイムを今回は測っていこうと思います。はい、僕らが公式と、誰もやってないからね、先駆者なんで。絶対誰かやってんだよな、絶対誰かやってんだよな。片方が目隠しするじゃないですか、もう片方は指示します。その指示を聞いて目隠ししてる人は動いて項目をクリアしていくと。ただそれ以外の干渉は禁止と。何してんだ。今回はゆとつきさんが目隠しする、僕が指示を出す。5種類を全部集めてここに戻ってきたらクリアにしようか。はいはい、それではやっていきましょう。しょう、スタート。さあ、じゃあゆとまるそのまま下ボタンでまっすぐ行って、ちょっと前に歩いてみて。全然動かないや。進みます。行かれて、おー、いい。あれだ、項目が出てた。ふざけるな。今のは編集でカットすればな。よしよしよし、何も見てない、視聴者は何も見てない。何も見てない。それでは行きまーす。やみすぎる。よーい、スタート。じゃあ十字の左ボタンを押してって、ストップって言ったらストップね。右、ああ、それでもいいや。そのまま右にちょこーっと倒して、ちょこーっと進んで、まだ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 、ストップ。ええ、完璧すぎる。振動が来た。これが実況者だ。もうちょい下、もうちょい下。え、オーライ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 、あー、ごめんごめん、オーライって言いたくて行き過ぎちゃった。また何やってるんですか。もう感覚で拾って。何拾うの。それオレンジ。オッケー。OK、 木材ゲットした。まず一つ目クリア。じゃあそのまま下行こっか、魚釣りに行こう。あー、いいね。本当に、うん、めっちゃ進んでる、めっちゃ進んでる。ピコ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 って足が動いてんだ。OK、 OK。 キモいキモい動き、キモい。あ、いた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 。そのまま右を押しながら結構な距離歩く。ピカーって言ったら釣り上げて。はい、じゃあ行くよ。 A ボタン押してください。やる気ないわこれは。竿触れてなかったから若干右寄りの右上。それでもいいかも、やってみて。 やる気ないわ。もうちょい右、ちょい右、ちょい怖い。でもさ、これワンチャンコントローラーの振動でさ釣れるんじゃない。振動でいけると思う。来ないわ、ダメだわ。5年かかりそう。 OK、 いける。来た来た来た、来るよ来るよ来るよ。分かんないかも。いやー、完璧すぎる。振動で押したわ今。イカは遅すぎ。ちなみにこれ何釣ったと思います。イカ。なるほど、じゃあしまってください、そのイカを。待って、蝶々がいる。蝶々取り行こう。人に言ってたら飛んでないこれ。うん、結構惜しいとこ行ってると思うよ。ゆとまる、左左左、右右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 右、もうちょい右。左左、網振れ網振れ、振りまくれ振りまくれ。ゆとまる。もはや蝶がこっちに来てくれるのを待つしかない。惜しい惜しい、惜しくはないけど。それ僕。左左左左左、もうちょい前もうちょい前もうちょい前、いけるいける、もうそのすぐさ、もうちょい前もうちょい前に。キリ、それそれ、キリ、左上まっすぐ、雨降って、下下下にいる、下にいる。チェリーの木落としてる。チェリー落としてる、チェリー。これ左左下、いなくなった。足元いる、足元いる。一生捕まらないわ。何の言うの。右ちょんちょんちょん。 OK、 掘って。完璧、取れた取れた。よし、だんだん愛くるしく覚えてきた。何が。親の気分だわ。分かるよ。
これ逆の立場もいつかやってみてほしいですね。そうですね。あとは風船と虫か。難しいの2つ残ったら風船したら終わりですよ。風船ってこれ終わんの？来るまでまた。とりあえず虫取り行こう。左下うわーってやって自分の感覚で A。 あ、左に左行った左行った左左ぐわーって行って、それチェリー橋のとこいる橋の、行け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 、噛みすぎて興奮しすぎて全く実況になってなかったけど。ちなみにこいつ何捕まえたと思いますか？蝶々。まあ蝶々ですね。蝶々の何当てたと思います？モンシロチョ。あー惜しい。モンクロチョですね。これはモンクロチョって何？風船でも終わりじゃない？これ無理ゲーじゃない？風船ゲーミング、もしかして風船による運ゲーだった？とりあえずパチンコに持ち替えよう。自分がパチンコだと思うところで止めてみて。これ、あー、オッケー。じゃあ本当にオッケー。感覚が違うな。おー、刺したいいよ。振動なかったっけ？踊らされてるか。おお、すごいな。じゃあ君はちょっと待機で。待機。いや、これ種目変える、もしかして。種目変える、もしかして。ルール変更ですか？始まってから。うさこんチャンネル特有のグダグダ。風船は村人のお願い事を聞く。どっちかにしよう。ベータ版だからこの RTA まだ。そうそう、そりゃ加入されるよ。迷子の迷子のゆとまるくん、あなたの居場所はどこですか？ゆとまるどこ行った？ここ。ここでやばい、ゆとまる見失ったんだけど。待って、やばいよ。ゆとまる、ゆとまるがどっか行った。まさか博物館とかに入ってないよね。ミラクルシール。あ、いた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 。ストップ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 。どこ行ってたんだお前。2ちょい右。 OK、 ストップ。えお何やってんだよ。キャビアの家にパチンコ打ってた。いや、いいから苦情送るぞ。何してるか分かんない。どこだ、キャビア。それ僕だわ。勝手にキャビアのベッドで寝てる僕だわ。変態してる。この格好前はってマジで変態の極まってる。キャビア、僕があげたさ、船虫部屋に置いてない？かわいそう。ちゃんと置いてくれてるんだ。これさ、何言ってるか分かんなくない？あ、そうじゃん。さらに正気当たるから住人から何か受け取ったらクリアですよ。じゃあ話しかけに行けばいいのか。そうそうそう、コロッコのルール変わるな。どこにいる？だいぶミラクル起きてるよ。何してんの？外のベッドで寝てる。じゃあキャビアに話しかけよう。これで何かもらえればクリアっていうことで。え、出ません？何ももらってないですね。あの、望みは薄いが、あそこにさっきから歩いてるうさぎもどきの家行くか。まっすぐ行けばもう波動を感じ取って。プースケの、分かった、おかしい。あ、あ、ここだ。天才かよ。話しかけてる。これやらせ疑惑出たな、今の。今の見えてない、本当に見えてない。プースケ波動出すぎだろ。だとしたらダメだ、あいつは。終わった。時間の無駄だった。プースケは穴に埋めたらクリアにしない。さて、じゃあ大本命いくか。というわけで大人気キャラクターアネッサです。あ、あいつか。あの炎に焼かれた。そう、焚き火をかれすぎて焚き火から外の世界を知らない。ダメだこいつ。え、これくれる人いる？もしかしていないんじゃない？島の住民じゃないと受け取れない的な。受け取れたんだよね前。そうなんだ。その時は DIY をやってる住人に話しかけたんだよ。だからお家で DIY をやってる住人を見つけないといけないわ。いなかったら終わりや。いなかったら風船。
ゾウの家だったら。なんか作ってそう。なんか作って、あ、作ってる作ってる作ってる、こいつ絶対なんかくれる。その状態で A ボタンを押してみて。右上を押して。OK。え、なんや。なんやばい。え、なにこれ。ブルブルしてる？何これ？穴？まさかまさかそんな博物館の中入っていかないで出てこないんだけど君ちょっと絶対どっか行ったじゃん。ねえどっか行っちゃったよ、止まれ。これは確実に渡すはず。うわ、これ渡す顔したいわ。完全にポケットから出てくる。来い来い。おい、何やってんだ。え？やばい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 。何もくれねえ。これ企画だ俺か、ワンちゃん。画面見るな。すいませんでした。4つまでのタイムだったら結構そこそこいい記録出てたので、今回は不甲斐ない結果に終わってしまったんですけど、もしよかったらこの4つまでのタイムで僕らと競い合ってみてはいかがでしょうかということで、申し訳ない結果になってしまったんですけど、いつかね似たような企画でリベンジしようと思ってるので、まあ、今回はちょっと多めに見てください。終わります。お疲れ様でした。お疲れ様です。くっそー、悔しい。え、なんか何だよこれ。 DIY レシピなんか拾った？ゾウがくれてるんだ。うわ、これ渡す顔したいわ。やった、やった、クリアしてる、クリアしてる。あれ録画止めてなかったんだけど。やった。じゃあ僕の画面だと映んないんだ。あ、なるほど。いやー、そういうことか。これは嬉しい。もう超なんかペニーセラなんか。5種類を全部集めてここに戻ってきたらクリアにしようか。5種類を全部集めてここに戻ってきたらクリアにしようか。5種類を全部集めてここに戻ってきたらクリアにしようか。